長根貝塚は、宮城県東田郡枠屋町にある、縄文時代の代表的な貝塚。1970年3月9日、国の史跡に指定された。長根貝塚1968年に発掘調査、された。大抜き丘陵から東に伸びる、標高13メートルほどの丘陵上に立地し、東西300メートル、南北250メートルの範囲で、有字型に、 海藻が広がる。宮城県内では、最大級の縄文時代の貝塚で、海藻は、縄文時代早期末から晩期までの長期間にわたる。貝の種類は、早期末の層では、寒水産の柿浜栗が、前期末から中期末の層では、木水域産の山戸しじみが、後期や晩期の層では、淡水産の谷シなどがそれぞれ主体であることから、 同地域の海岸線が時代の河口とともに交代していったことが証明される。貝殻の他には、死海の獅子などの哺乳類、白鳥、ガン、カモなどの水鳥、フナを、主としてタイやマグロスズキなど魚類の骨が確認されており、当時の住民が貝塚周辺古生の資源を中心に狩猟、採集活動を行っていたことが推定されている。また、 縄文時代中期末の縦穴式住居跡2件も発見され、前期末から中期にかけての時、石器、骨格器などが出土した。ありがとうございます。